まあ今日も選手に話しましたけど、4つのフェーズに分けてちょっといろんなことを取り組んできて、まあいろんなことを今回キャンプで確認できて、さらにね、もう一つね、上げていこうって話はしましたけれども、共有できている部分を増やすことはできた気だと思いますけども、まだ基礎的なねところをやっているような形なので、そこから踏み込んだところまでこれから行きたいと思いますし、シーズン始まってさらにそれをね深めていく作業をね全員でやっていきたいなと思ってます。自分たちでスイッチを入れる場面を増やしましょうと。でスイッチが入る場面っていうのはこういう場面だよねっていうところが選手との共有の部分で、選手間の共有の部分で、まあ、そこをねできてきてると思うので、それを回数を増やしたり、それの理解を深めるようなシーンをね増やしたいなと思ってます。全体的に試合数が多いとかっていう話はありますけれども、試合数が多いというよりはさまざまなタイプのチームと試合をする数が多いというかね、そういうふうに捉えていて、規模が違ったり選手層が違ったりするチーム同士がね、やっぱ知恵を出して全てを出して戦い合う理由だと思っていますので、本当にね試されるようなね部分が多いと思います。シーズン中に成長できる部分というのにね全員でトライしていこうと、そういったリーグかなと思ってます。みんな気になりますね。はい、もちろん全員が気になりますし、それこそ誰一人っていう、この一人っていうことだけじゃなくて、全員の力がこう結集してね向かっていくようなところが必要になると思ってます。はい、クラブのね目標スローガンもね、ビヨンザスパっていうことでね、これまでのものを超えたいとか、あれは挑戦とかね、あれは何て言うんだろうな、自分たちへの自信とか、そういったものを深めるようなところへのなんていうかチャレンジだと思うんです。ぜひ選手とともにね、スタッフとともにね、そこに臨んで、終わった時にね、こういうチャレンジをしたなとか、こういうところをこう成長できたなとか、でサポーターと一緒に喜び合えたなみたいなことをね、体感実感できるようなシーズンにねぜひしたいと思います。今チーム選手スタッフはいいゲームをしてね、皆様と一緒に喜びたいと思って日々取り組んでおります。ぜひその時間をね共有できるようにスタジアムの方で応援していただきたいと思いますし、常日頃からですねぜひ気にかけていただいて選手を励ましてあげてください。シーズン終わりまで全ての時間でね共に戦ってくれることをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。サッカーをする子どもたちに対してはいつも僕は言うんですけども、サッカーを続けること、サッカーを楽しむこと、サッカーはねずっと続けられるものなので、ぜひ楽しんでね、スポーツだけではなくスポーツ全般ですけども、いい時間を過ごしてほしいと思います。頑張ってください。そうですね、キャプテンであろうとキャプテンでなかろうと基本的にやることは変わらないとは思ってましたけど、実際キャプテンになってみて、チームのこうまとめていくところだったりだとか、あとは監督とチーム、もちろんスタッフとチームの距離感のところの問題を解決していくってところで、やはりキャプテンになったことで、僕自身もいろいろ感じることがありましたし、よりこう間に入って、チームがいい方向に行くために努力していきたいなというふうに思います。選手からの要望があればもちろん伝える役割も必要ですし、もちろん監督から選手たちにこういうことを言ってほしいっていうのがあればもちろんそういうふうに言いますし、あとはもちろん選手間でのミーティングだとか、もちろんそのピッチ外のところの問題だとかっていうのも、やっぱりまとめていかなきゃいけないところもあるので、そういうところは今後も1年間通して重要になってくるのかなっていうふうに思います。そうですね、僕自身も J2 での戦いというのは初めてだったので、どういう感じかなというふうに思っていましたけど、当然能力も高い選手が多いですし、このチーム含めてやっぱり将来性がある選手だったりだとか、他での経験がある選手っている中で、もちろん J2 では昨シーズン下位で戦っている時間が長かったので、どうしても残留争いというふうになりましたけど、今シーズンまた1からスタートするってところで、やっぱり今までのザスパ草津群馬が残してきた結果を超えていくために、チームのキャプテンとしてチームを引っ張っていきたいなというふうには思っています。ピッチに出て感じたこともありますし、もちろん情熱の部分だとかベースになってくる部分は当然もっと上げなきゃいけないのと、
あとは大槻さんが来たことでやっぱりチームの色がまた一つこうピリッと締まった感じもしますし、まあ、チームの戦術的にも間違いなくいい方向に進んでいるので、まあ、今の続けていくことで、まあ、一試合一試合大切に戦っていきたいなというのは思ってます。そうですね、まあ、もちろんその周りにねそのワーワー怒ってどうするっていうタイプではないので、まあ、どちらかというとやっぱりまあプレー面に関してはまあプレーで引っ張っていくことができればいいかなと思ってますし、まあ、それはねやっぱり自分の普段の姿勢だったりだとか、まあ、ピッチ上で熱いところを見せるところでやっぱりそういうところを見てもらって、まあ、選手たち他の選手たちもやっぱりねこう僕が頑張ってるからついていきたいなっていう思ってもらえるような、まあ、もちろんそのオフザピッチの部分でもやっぱりこうパーソナリティのところもすごく重要なところだと感じているので、まあ、僕に関しては何かを変えるっていうよりは引き続き自分らしくやっていくことで、まあ、ついていきたいなって思ってもらえるようなキャプテンになりたいなというふうに思います。そうですね、まあ、僕個人的にも調子いいと思ってますし、まあ、チームとしてはそのキャンプを素晴らしい環境でできたことで間違いなくいい方向に向かっているなと思いますし、まあ、何よりもこうチームの一体感としてもやっぱりそういうその厳しい環境の中でいろいろな対策をしなきゃいけない環境の中でやっぱりしっかりとこう乗り越えてきたっていうのは、まあ、チームにとっては間違いなくプラスなのかなっていうふうに思いました。そうですね、まあ、高校生まではまあ群馬でずっと生活してて、まあ、そこからは群馬に住むっていうことはなかったので、やっぱ昨シーズンというか、まあ、去年の9月ですかね、9月の末に群馬に来て、まあ、すごく、まあ、懐かしいなっていう感じもしますし、まあ、僕の実家自体はまあ ここからも近い距離なので、まあ、やっぱ道を走っててもなんか懐かしいなと思うところがあったりだとか、まあ、故郷に帰ってきたなっていう感じがするので、私生活の部分では何も問題ないですし、まあ、当然サッカーを充実させていくことで、まあ、私生活っていうのは充実してくるので、まあ、とにかくサッカーで結果を残せるようにチームの先頭に立って努力していきたいなというふうに思ってます。オフの日はそうですね、基本的には練習に来て体を動かして1日がスタートするので、まあ、オフだから特別何か変わるってことはないですけど、まあ、基本的にはまずはサッカーを一に考えながら、まあ、オフの日でも体を動かさないっていうことはほとんどないですし、まあ、オフの日も必ず練習に来て一度体を動かすなりトリートメントなりやれることやって1日がスタートするので、基本的に練習場に来ないってことは基本的にはないですね。そうですね、まあ、チームとしてはまあそのビヨンドザスパというところでやっぱり今までの過去 のザスパ草津群馬が残してきたその成績を超えていくというところで、まあ、スローガンとして立ってますけど、まあ、当然僕としてはまあ今シーズン始まる前からまあそのつもりでいましたし、まあ、よりこうキャプテンとしてまあチームを引っ張っていくことで、まあ、今までのザスパ草津群馬が残してきた結果をまあ上回っていけるように努力していきたいなというふうに思っています。こんにちは、細井はじめです。まあ、ザスパ草津群馬チーム一丸となって常に前進していきたいと思っているので、まあ、その中のチームの一人のピースとして僕自身がキャプテンとしてチームを引っ張っていけたらいいなというふうに思ってます。今シーズン応援よろしくお願いします。僕自身はサッカー選手としてやってるんですけど、まあ、小さい頃はもちろんサッカー選手になりたいという夢を追い続けながらサッカーしてきました。まずはサッカーを好きな気持ちを忘れずに、たくさん上手い選手がいると思うので、まあ、そういう選手たちを見ながら指導者の話をよく聞いて、とにかくサッカーが好きでたまらないという気持ちを忘れずに楽しんでやってください。応援してます。